先月、伊豆大島の路上で68歳の女性が死亡しているのが見つかった事件は、発生からおよそ3週間が経ちますが、犯人は未だ見つかっておらず、事件は謎に包まれたままです。先月28日、大島町佐敷地の路上で金子栄子さんが頭や口から血を流して死亡しているのが見つかりました。金子さんは自宅からおよそ100メートル離れたところにあるこちらの側道で発見されました。この側道は数年前に作られたもので、地元の人でも利用する人はほとんどいなかったということです。金子さんは島の中心部にあるホテルでアルバイトをしていましたが、最後に出勤した25日は体調が悪いと午前中に早退していました。朝から働いてまして、11時頃ですか、具合が悪いので、まあ、その前からちょっと具合悪かったんですけども、病院行きまして、1時頃、給料、25日ですので、給料を取りきました。それが最後ですね。翌26日の朝6時前には、体調が悪いので休むと連絡があり、心配した従業員が、27日の夕方5時頃に金子さんに電話をしましたが、出なかったということです。自宅にあった薬は、27日の夕方分までなくなっていて、金子さんは27日の夕方から夜にかけて殺害されたとみられています。金子さんは T シャツとズボン姿で、靴は履いていませんでした。顔には殴られた跡があり、手首や肋骨を骨折するほどの大怪我を負っていましたが、現場にはほとんど血痕がなく、別の場所で暴行を受けた後、路上に放置されたとみられています。また金子さんの携帯電話がなくなっていて、依然見つかっていません。交通事故で亡くなるってのはあるけど、こういうのは初めて。警視庁は本部から島に捜査員を派遣し、事件の全容解明を急いでいます。